ですけども、はい、ちょっと一句遅れましたね。さらには川西北陵永田が行きました。そして13位は星稜です。14位黄色いユニフォームおなじみです、ナンバーカード10番の洲本。そして15番目が加古川東、さらには神戸が行きました。そして17位に兵庫、18位は姫路東、19位神戸港北、20位まで来ました夢の台、21位初出場の西宮北、そして22位は園田学園です。23位姫路西、24位がナンバーカード8番の豊岡、25位加古川北も来ました。そして26位北摂三田、27位に陽花です。28番目東播磨が今やってきました。そして29番貝原、そして最後になりましたナンバーカード12番一律西宮も1区から 2区にたすきが渡っています。さあ2区に入りました。現在トップは西脇工業の高橋です。3年連続同じ2区を走ります。今ご覧いただいているのは1区の通過タイム、西脇工業田中が19分14秒で見事に区間新記録を達成しています。去年の自身が持っていた19分17秒をさらに更新しています。いやこれ風が強い中での記録更新ですから素晴らしいですね。そうですね、もう本当に、こんな強い、高校生ランナー、はい、初めて見ましたよね。2位は37秒遅れて須磨学園ということになっています。では2区のコースです。2区は 4.0975 キロ、松ヶ花の折り返し点を通過し袋に入ります。折り返し点からすぐのところに第二中継所が控えています。高橋さんはこの夏の全国インターハイ、はい、1500m で、優勝、しかも2位、田中希さん、3位、後藤夢さんということで、うん、西脇工業勢が1、2、3と上位を独占とい う本当に素晴らしい快挙を成し遂げられました、ね、なかなか見られないですよね。そうですね、その勢いをそのままこの秋口持ち込んできておりまして、はい、3000m でもですね9分13秒マークして勢いに乗っているところですね、はい、去年は少し怪我で苦しんだこの高橋ですが、3年のトラックシーズン素晴らしいシーズンになりましたね。そうですね、あと目標は全国高校駅伝優勝ということで、はい、公言をしてその目標に向かっていっているところですね、はい。今年はキャプテンとしてもチームを引っ張ります3年生の高橋ひな。その高橋が今 9.9 キロ地点折り返していきました。もうすでにタスキを手に持っています。まもなく第2中継所です。現在トップはナンバーカード21番西脇工業、そして須磨学園も今行きました。今折り返していくところです。去年ほどは差はありませんね。ありませんね。本当に須磨学園のです、ね、太田さん、はい、西宮市立工部中学校の出身ですが、本当に昨年、悔しい思いをこの1区で、しておりましたですけども、今日は西脇工業を追い詰めてますね、はい、逆に高橋との差を少し詰めたような感じにも見えます。須磨学園の太田前2年生が追っています。さあ間もなく第2中継所、高橋から今枝にたすきが渡るという西脇工業です。さあ今トップで高橋が笑顔でタスキを渡しました。3年生高橋から2年生の今枝に今タスキが渡っています。トップで通過していきました西脇工業です。さあ続いて須磨学園、少し差を詰めました。2年生の太田から同じく2年生樽本にタスキが渡っています。24秒差に詰まりましたね、はい、13秒差を詰めてきました。そして第3位が三木です。2年生の原から2年生の木田へたすきが渡っています。さらに27年ぶり近畿大会出場を目指す小野、1年生の吉田から2年生の柴本へ、さらには県立西宮森口から佐々木にたすきが渡っています。そして姫路商業が6位でたすきを渡しました。
2区現在6校が通過していっています。さあ女子は3区に入りました。3区西脇工業2年生今枝沙耶が現在トップを走っています。さあ2区をおさらいしていきますと、2区は西脇工業高橋が区間2位の13分58秒去年タイムを落としました。少し今日は走りは重かったですね、はい、さらには2位の須磨学園太田が区間1位の13分34秒で西脇工業との差を24秒も縮めています。なかなか両校のタイム差ですね、はい、厳しいところがあったんですけども、うん、うまく走りました、では3区です。3区は最短の3キロ、レースは袋に入り中盤から後半に差し掛かります。笹山東中学校前が第3中継所です。さあ現在トップを快走する西脇工業今枝沙耶2年生ですが、この選手はどういった選手ですか。はい、小野市立小野中学校の出身の2年生なんですが、はい、非常に努力家ではありますが、県のインターハイをですね、はい、故障のために、当番地区予選は通過したんですけども 800m 欠場するなど、この夏の終わりはですね故障に随分苦しんだということを聞いております。なるほど。しかしそこから復調いたしまして、はい、先月16日静岡の記録会で、はい、9分16秒をマークした。西脇工業は4人目5人目の底上げが課題ですので、はい、本当にチームにとってはこの今枝さんの躍進はですね、大きな収穫だったということが言えると思います。はい、その今枝を追うのが須磨学園の樽本、同じく2年生なんですが、この選手も力がありますよね。そうですね、本当に伸びやかなキックの強い大きなフォームでですね、はい、将来性豊かな選手ですね。はい、この樽本は近畿ユース1500、3000と1位という素晴らしい走りを見せています。同じ2年生同士の争いとなりましたこの3区です。まあ、少しずつ須磨学園が差を詰めていますから、まあ、今枝としてもなんとかこうまた逆に差を広げていきたいところですよね。そうですね、まあ、なかなかまだ射程圏内までは行きませんけども、はい、タルモスさんも西脇工業の今枝さんをですね少しずつ追い詰めているところですね。うん、さあご覧いただいているのは第3中継所です。まもなく西脇工業の今枝がこの第4区戸田に助けを渡そうというところです。第3中継所トップの西脇工業が今助けリレーです。2年生の今枝から3年生の戸田に助けが渡りました。